これまでの100年もございますけれども、まあ、さらにこうこれから将来にあたって東北がどういうことをしていけるかというようなことを広く一般の市民の方々あるいは若い学生さんたちにも知っていただこうと日本各地でいろんな取り組みをさせていただいています。今の日本の繁栄というのがこの先人たちのご苦労によって、生まれてきたんだなというのが改めて感じていただけるものだと思います。一般の市民を含めて我々、土木技術者のですねいろいろな、技術の向上とともに PR も兼ねていきたいと思っております。ありがとうございます。この水を運ぶために水をこう高いところに上げてですね、運ぶ施設ですけれど非常に美しいあのデザインをやっぱり見ていただければと思いますね。もう細部にまでこうデザインに凝ってあってですね、色使いも非常に綺麗ですし、その辺が見どころですね。日本でもこれほど美しいあの排水塔はないと思うんですね。で地域の方もあまりご存じないと思いますのでぜひその辺に着目していただいてあの見ていただければと思います。人がいたら声かけて回収するあのやってもいいです。非常にレンガ作りの古文でございます。当時こういった構造物を作ろうというその情熱というのが本当に感じられる、施設だと思っております。昔の方が作られた時の手書きの図面を中心とした展示なんですね。その昔一人一人の技術者が情熱を持って丁寧に作り込んでいったとその姿をこう思い浮かべながらですね見ていただけると楽しんでいただけると思います。しっかり描きました。